運んでまいりましたストークです。モンスターファーム4続きからやっていきたいと思います。前回ですね、なんだったっけ、あのおばあさんを助けて、ブリーダーの会長からかですね、なんとかジャングルに行ってこいみたいなことを言われましたので行っていきたいと思います。では一旦トレーニングで体をね休めていきましょう。これでヒーロードが全員減ったかな。元気みたい、元気いっぱい。餌あげましょう。マンゴーどうぞ。よしで、ほんた元気いっぱい、元気いっぱいか、褒めとこう。褒める。うん、大丈夫か。一応褒めとくか。褒めとこ。はい、では週末パートに進みまして、冒険ですね。カララギジャングル、一緒に冒険に行くモンスターガルージョーカー、命中200キロ大丈夫かな。ゴンタースタート。ライフが心配ですよね。カウンターもね打てるようになってくるから、カウンターするんかな。ノナモンスターカララギジャングル1回。ほんまジャングルだ。お、またすぐに出てきたぞノラモンが。さあ何が出てくる。あ、そういえば獣の円盤石手に入ったんですよね。あれ鑑定してもらっとかないと。パンチョ D スーパークローン KO ガルウォン。経験値が結構入るんじゃない。あ、ちょっと多めに入った気がする。はい、進めていきましょう。カララギジャングル。これは行き止まりか。さあ進んでいきますよ。アイテム落とさんかな。さあ次は何が出てくる。さっきのが何だっけ、ポッチョロンか、ポロッチョロンか、名前忘れちゃった。オギオスーパークローン。お、よけた。スーパークローン。オッケー。お、経験値結構上がるな。石飛ばの白壺手に入れた。さあ進んでいくよ。ガジェットも欲しいですね。よいしょよいしょよいしょ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 。これ取れんの。本当にジャングルですね。木がいっぱい。あれシャシャシャって割れ触れるけど何の意味もないんかな。さてノラモンの登場。ノラモンは次は誰だ。お、ライガーだ。スーパークロー。オッケーガルウォン。オッケー、ジョーカーレベル7。銀のコインを手に入れた。何も起きんかった今ジョーカー。あれ、はーい、進んでいって2階かな。先に進む。次のフロアに進みましょう。よろしいですか。はい、カララギジャングル2階。
はい、進んでいきましょう。何でしょう、何か見つけたぞ。あれはまた石板か、いや石か。どうしたんだリオ。これ洞窟にあったのと同じ外野石、聞こえますか古き我が友。あの時洞窟で聞いたのと同じ声。戦いに散り石に逃れた我が魂、体はなくとも私はあなたを支えます。あなたは一体誰なの。あなたを支え、そして導く者、黒き力が世界を包むあの時代に戻らぬように。目を閉じてリオ、これがあなたが回避すべき世界。何なんだろうこの世界は。いやー、どうしたんだリオ。ストーク、あのね、この石が私に、ううん、何でもない。行こうストーク。カラリダングル、到達するは3、疲労度ちょっとは増えてますね。よし、これでガルーとかも出られるようになったし、てかいろいろ進めていかないといけないな。3月の4週、春。ジョーカーをここから育てるか、勝負の分かれないですね。おお、もうそんな時。ジョーカー。ちょっと待って。とりあえず賢さを300まで上げるか。スケジュール、ライフブレード、コーン、サンドバッグ。OK。賢さ20、すげえ上がるな。ビョン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 。このガルーのね、ライフが、ね、ライフブレード、かわいい。かっこいいって言いそうになったけど、かわいい。はい。で、ゴンター。甘くて栄養も豊富なバナナ、どうぞ。はいはい。ケーキみたい。餌。パレパイバナナじゃ、カラリーマンゴー。はい、週末バトルに進みます。でこれでタウン行けばいいんかな。トゥグルリューン、え、まだ進まんにいけんの。教会、何も出てこない。入れましょう。いらっしゃい。何するんだい。売る。石壺。バラの香水、銀の声。銀の声なんかある。売る。バラの香水、いや、ないかな。買う。カララギマンゴー、あと何買っとくかな。ジャガの実を買っとこうか。はい、オッケー、戻っかな。まだやっぱり洞窟進めていかないといけないのか。じゃあ進めていこうか。次休んで。4月の1週、春。スケジュール休みだろ確か。休み本、休みにしよう。トレーニング開始。休み休み、全員休み。元気元気いっぱい、元気いっぱい。なんかあるっけ。モンスター信頼度高くなってる。ジョーカーも高い、コンタも高い。
一応ここは褒めるでしょう。もうやる気が下がったぞ。お、上がった、元気いっぱい。褒める。ゴンタ命中がないからな、それが心配なんだよ。週末は楽しみましょう。じゃあ冒険しましょうか。冒険しないといけないんでしょうね。ガルー、ジョーカー、ゴンタ、はい、行きますよ。カラーギジャングル1回。もうここはあれですね、あの次進みまでカットいたします。大引き竹の見当たらないキャラクター、おかしいな。カルナモさんの話じゃゴロゴロ落ちそうな感じだったのに。ちょっと待って、モンスターの声が聞こえる。ジャングルを汚すやつ許さない。何か来た、リオ伏せて。ジャングルを汚すやつ許さない。ガジュマル、木だ。余裕。よくろう。ミス、オッケー。ガルーウォン。オッケー。ジョーカーを動体視力を覚えた。待って、何があるんだろう。あれ、見て、今のラモが何か置いてったよ。なんだろう、機械っぽいの。もしかしてこれがカルナボさんが言ってたガラクタかな。うん、多分そう。でも何使うものなのかな。なんかこれ嫌な感じがする。さあ、なんだろう。まあいいや、早くこれを持って竜の教会に行こう。これで竜の大会に出れるぞ。カラギダングクリア。では竜の教会に持って行って、何だったっけ持ってって、大会に出れるようにしましょう。ライフブレード、ライフブレード。本、いや、本でいいか。はい。はい、フリータイム。ご飯、ご飯。はい、ジャガの、ジャガのみ。餌。マンゴー。ちなみにこの餌の何がいいかは、完全に個人的主観ですね。でさあ、バナナ、マンゴーにしよっか。マンゴーどうぞ。はい。とりあえずいいかな。週末パートタウン、リューン。さて、リューンの教会に行けばいいんですよね。教会、おお、君が噂のストー君とリオ君、リオちゃんかね。あ、洞窟にいた探検家の おじいさん。もしかしてあなたがカルナボさん。お、これ驚いた。まさか君たちのことだったとはの。まあ、それを置いておいて、早速じゃが物を見せてもらってもらおうかの。うむ、なかなかいい絵じゃな、まさしく。ん、学術研究、学術の調査員にぴったりじゃ。いや、あの、私たちブリーダーの証明書が欲しいんです。おお、そうじゃったな。では最後の軽いテストを受けてもらおうかの。おーい、
カレナモさんお呼びですか？うむ、フィリア君、実はちょっとストー君とバトルしてくれんかの？え、私がですか？若手ナンバーワンの君を倒せるのは誰もケチをつけれんじゃろうて。フィリア君とのガチンコ一本勝負、これが最後の軽いテストじゃよ。全然軽くない気がするけど、やるしかないよ。フィリア、一応頼むよ。うん、分かった。ストー君、頑張ってね。え？バトルするんですか、ガチの。マジか。マジか。マジマジですか。お、マジですか。うわ、技めっちゃ覚えてるじゃん。スーパークロー！オッケー、当たった！倒せるだろ。よっしゃ、勝ったぞ。え、いいんか、勝ったよ。ガルー、ウォーン。すっげえ簡単に倒せたけど、すげえドキドキしたけど。勝者ストーク、まさに何文句のつきようもない。君には証明書とブリーダーランク C を授けよう。これで今日からフィンワの所属の正式なブリーダーじゃ。おめでとう、これで竜の大会に出場できるね。ありがとうリオ、これでクラムフィリがいる大会に出れるぞ。フィリア、私ストー君があんな風に学校出て行った時から一緒に戦うなんて二度とできないんじゃないかと思ってた。本当によかった。フィリア、ありがとう。今度は公式戦で再戦だ。うん、今度負けないよ。冷たい目で見てますね、リオの。そういえば私、ストークがなんで学校退学になったか知らないな。フィリアさんは知ってるのかな。あ、次、図書館行こうか。行っか。アイテム屋。ファームに戻りましょう。はい、では、ブリーダーランク C になりましたね。よし、これでまたランクが上がりましたよ。じゃあ、C になったんで、次は、ランク B ですな。B を目指していくことになるんじゃないかなと思います。4月の3週、春。やあ、ストーク。正式なブリーダーになれたそうじゃないか。おめでとう。ありがとう。本当にチェザーレさんのおかげだよ。何を言うか、すべてお前さんが自分の上で手にしたんだ。わしはただ、きっかけを与えたいにすぎんよ。まあ、正式なブリーダーにはなったことだし。改めてよろしく頼むぞ、ストーク。そしてリオ。はい、お父さん。ということで、ここを正式なファームにするためにもう少し大きくしようと思うんだ。来週、ユウ呼んであるからよろしく頼むよ。ユウさん、来るんだ。ああ、来週が楽しみだな。じゃあ、どうしよう、ここまでにしようと思ってたんですけど、そう、来週見てみましょうか。ストーク、リュウの大会に出場できるようになったね。休み休み休みね。オッケー。じゃあちょっと休んで。フリータイム。元気いっぱい。下手にね、なんか褒めるとあれなんだよな。週末パート。タウンで、トゥグル。トゥグルで円盤石をね、鑑定してもらいましょう。あれ何の円盤石なのかなって。獣の円盤石って書いてましたよね。神殿。ん？教会か？いや、神殿な。オーストーク元気にやってるか。さて何をするかね。鑑定。どの円盤石を鑑定するんじゃな。獣の円盤石。B ロック？うむ、これは。どうやら新しいモンスターのおめでとう。図鑑に登録しておこう。さて何にするかね。今のモンスター何だと？ B ロック。ファームに戻りましょう。図鑑で見てみたいですね。B ロックか。耐久戦。耐久が強いのかっこいいけど、命中が低いんだよな。耐久が強いやつは。でも、モッチーとかも耐久低い、高いか。4月4週、春。よう、またお邪魔するよ。あ、おゆうさん。よ、お久しぶり。
しかし、ちょいと見ないやに立派になったもんじゃないか、ストーク。はは、まだまだ、おゆうさんにはかなわないけどね。はは、いいようになったじゃないか。さて、それじゃ前みたいにちゃちゃっとやっちまおうか。また一週間ぐらいで終わらせるよ。いいな、野郎ども。じゃあ、お願いします。お願いします。元気いっぱい。ちょっと待ってよ、データ。ライフ200かな、とりあえず。スケジュール。トレーニング。ライフブレード、ライフブレード。で、休み。これは本だな。本、本。で、サンドバッグ、サンドバッグ。休み。とりあえずこれかな。トレーニング。ライフ10、賢さ7。かわいいな、元気みたい。はい、ご飯ご飯。カラルギマンゴーどうぞ。はい、カラルギマンゴーどうぞ。はい、じゃあゴンタにはジャガノミだな。ジャガノミどうぞ。週末パートへ。お、ブリーダーランク上がっとるけ。もう一回行動できるようになったぞ。大会ガルーをちょっと上げれるようにしとかないと。予約終了しよう。で、次の週5月の1週春。よーし、おしまいっと。どうだい、こんな感じで。うん、見晴らしがすごく良くなりました。はは、はじゃあ今度は家と小屋だね。前みたいにどこ行ったとか言ってくれ。あー、めっちゃ広くなった。立派な家。こっかな。で、立派な小屋、こうか。こうして、え、なんか置けるんだって。多分もう置けるでしょ。たらい置けるでしょ。たらいここにしようか。 OK、 終了します。よし、これで小屋にはモンスター5体住めるようになったし、持てる5時トレカジの数も増えてるはずさ。じゃあストック応援してっから頑張んだよ。ああ、マックス作れよ。はい、ということでガレージもいろいろ増えました、イエイ。はい、ではですね、今回はここまで。次回こそ C ランク妥当ですね、クリアだと思います。ゲーム実況はストークでした。バイバーイ。この通り動画、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。